今回紹介するのは、テンプル騎士団、集英写真書という本です。一般向けのテンプル騎士団入門書、テンプル騎士団について本格的に知ったのは、十字宮の歴史書のほかに、篠田裕次郎、聖堂騎士団、中高新書、1976年でした、聖堂、テンプル。 騎士団がいかに中世ヨーロッパで卓越した組織体で、その影響はヨーロッパの軍隊、経営隊、金融機関などのあらゆる部門に及ぶことを主張し、その源流はモンゴルの騎馬軍からイスラムが受け継いだ組織、ナカンズク・アササン騎士団から聖堂騎士団が受け継いだものだということでした。そしてこのテンプル騎士団は むしろ「スター・ウォーズ」の「ジェダイ」の騎士からスタートします。ここが現代的ですね。ジェダイとはスピルバーグが影響を受けた黒沢明の「時代劇時代劇」から取ったものだと知って驚くとともにその内容が深くテンプル騎士団に意識的にか無意識的にか影響されていることを知りました。冒頭はテンプル騎士団の終末から始まりそれからその創始。 発展、そして再びその週末に帰り最後にその後の影響について論じます非常に参考になったのですが篠田版の聖堂騎士団ほどその影響を述べてないのはやや不満でもその分より細かにテンプル騎士団の状況を詳細に説明しているのでこれはこれで十分読む価値があります以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。